神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのそうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだテイクおばさんに相談してみようあきゅちゃん イスラエルのことなら私に任してエイコおばさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです お邪魔します。タけちゃんいらっしゃい。こんにちは、イコバさん。こんにちは、また来てくれてありがとう。ええー、いやいや。お元気にしてました？もうすっごい元気になってね、たけちゃんのおかげでますます元気になるのよ。うん、<laughs> いやよかったよかった。った今日も質問してくださいるんでしょ、うん？そうそうそう。何？うんうん、何質問してくれるのかな？ちょっとね、不思議に思ったことがあって、うん、あの。 ノーベル賞の受賞者、うん、これはなんかこれはどうしてなのかなと思って何かユダヤ人は優秀な人たちが多いからなのか、うん、その辺をちょっとおばさんにね聞いてみようと思ってこれは素晴らしい質問、うん、イエス様の時代っていうのは あ農業のの人が多かったのね自分の土地があったんだから、うんうん、だから農業をしてる人の方が多かったんだけど西暦70年にお国をなくして流浪の旅をするという状況になったのねそして、えー、ヨーロッパをまるでジプシーのように、うんえー 流浪の旅をしてる時に「あれはキリスト殺しだから、うん、いい仕事を彼らに渡すな」とか「キリスト殺しに土地を売るな」とか言われて<ー>もうとても貧しかったのうん。昔は土地があった時は農業をしてたけどその後もう外国に住むようになってからは農業もできなくなっちゃった。 土地を売ってもらえないっていうので<ー>、えー、そのために、えー、農業っていうものはできなくてまて、あ、農業ができないっていうことはさほど苦しいことじゃないんだけどユダヤ人にとって財産を子供に残していけないっていうことがものすごいつらいのね、えー。それはどうして それは、えー、立法聖書の立法の90以上が土地問題なのねでね約束の地をしっかりと守りなさい代々続いて守りなさいって言われてるのでその財産を子供に継ぐっていうそういうしきたりがもう根強くついている民族な,の、ね、ううなんだ 外国に住むようになってからは土地ももらえないとか仕事もちゃんと与えられないとかじゃあ結構貧しい大変な生活をしてたんですかね大変貧しくて、えー、苦しいお仕事をしてたんだけどもその財産を子供に与えたいっていうのがどうしても 頭から外れない民族だから<ー>その財産を子供の身につけさせようっていうので<ー>もう一生懸命でへ<ー>教育していってそこまで財産のことについて考えてる民族はほかにはあんまりないかもしれない、ね、いないでしょうね。 えー、私たちも子供に何か残してあげたいと思うけどもうん、うん、それが代々続いて考えていることではないのでう、ね、もうユダヤ人の場合は桁違いに、うんえー、子供に財産を、ね、って考えてるそれを手に入れることができない環境に置かれたっていうので。うんうん、なるほど 残したいんだけど残せないっていうのが他の民族よりもすごく強い悲しみとか辛い気持ちになったっていう民族だったんだね。そうなのよだからうん、うん、その学問を身につけさせるためにどのような教育をしたらいいんだろうっていう考え。ねうんうん、なんか特別な方法で子供を育てるっていうのはあったのその方法を彼らが見つけていったっていうわけなんだけど。 えー、私のお友達で、うん、ユダヤ人と結婚した日本人がいるのねでこの人があまあ最初の3年間、うん、あ妊娠しなかったんだけどうん、うん、子供欲しい子供欲しいって言ってたのうん、うん、そして3年後に、うんえー、妊娠したっていうのをご主人が私に電話かけてきたのね。 そうしたらまるで生まれたみたいに大騒ぎで <laughs> うん、うん、できたーって電話かかってきて<ー>そうしたらすぐに彼のしたことっていうのは、うんうん、もう子供が生まれた時の教育の用意、うん、まだ妊娠したっていうことが分かったばっかりなんだけどまずは奥さんに、うん、子供が生まれたら あなたは日本語だけを子供と喋ってくださいと。であ、あなたが子供と喋っているとき、うん、私が何か言うときは、うん、日本語で言うからねって言ったの。なる,なるほど、なるほど。生まれる前にそれを決めて。決めて。で、ご主人もやっぱり日本語を話せる人だったから、そういうふうになったのかな。それが違うのよ。<ー>彼は日本語喋れなかったの。<ー>だから奥さんが、 だってあなた日本語しゃべれないのにどうするのよ、うん、って言ったらこの子が生まれる前に絶対に日本語を覚えますって、うん、すごいそれで本当にそうなったのすごいものすごい勉強して子供が妊娠したと分かったらそっから勉強を始めて生まれ,る前れた時にはもう話せるようにすごい努力家だったんですねじゃあ彼はそうなのよ えそして、自分は、子供に喋るときは英語しか喋らないから、うん、子供と喋ってるときには英語で語ってくださいと。うん、そして、えー、母親に、うん、おばあちゃんになるんだから、うん、おばあちゃんは、絶対にヘブライ語しか喋らないでくださいって。へ<ー>えそして、すぐにおばさんに、うん、おばさん おばさんは子供にしゃべる時フランス語しかしゃべらないでくださいよってまだ妊娠したばっかりなんだけどその教育の用意がもう着々と進められてすごいでしょそれはどのユダヤ人の家庭も同じようにして言葉を覚えたり家族にはこの言葉で話しなさいってしたり準備するのほとんどのね えー、教育熱心な、うん、あ家族はそうなのよ。<ー>えー。だから、子供が生まれましたって言ったら、うんうん、よーい、ドンってし教育が始まるわけ。うん、もうだから、第一日から、うんうん、もうみんな役割があるわけなんですね。で、この子が1歳半ぐらいな時には、うん、私の顔を見ると、もう、 完璧な日本語が出てくる<ー>、えー、そして、えー、アメリカ人を見ると完璧な英語が出てくる。<ー> 1>, 1歳半で4カ国の母国語を持っているという子が育っている。うんうん、す,ごいすごいなあ、まあ。生まれる前から 大騒ぎっていう感じはするけど、みんなでその子が生まれてくるのために準備をしようっていうのは、なんか幸せな子供だなっていう感じもするね。もうすっごい幸せ。もうみんなが一生懸命だから。だから、まあ音楽習うでしょうん、うん、そうしたら家族全員でその子供の音楽の練習を助ける。なるほどもう応援する。 っていう形でそしたら家族がそうやってみんなで音楽を教えようってしたり言葉をこうやって教えようってしたり教育を応援したら協力したら塾とかそういうところはあんまり行かなくてもいいのかな子どもの成長の時に。塾どころか うん、もう朝から晩までが塾にいるようなもんですからもう家族全員親戚全員が一人の子を育てるのに一生懸命になってるへえそうなんだ子、まあ、煩悩っていうかもう桁違いな感じなんだねユダヤ人は例えば、うん、あ音楽をする、えー、そして家族でみんなで助け あってその練習をさせて立派な音楽家に育てるとうん、うん、どこに行っても音楽は共通語なのね言葉が分からなくっても引っ張りだこっていうような感じね。ななぜなら今は CD だとかレコードだとかーテープだとかってあるからどこでも聴けるけど昔は全然そういうのがなかったから実際に聴ける人たちが引っ張りだこだったわけねそそで。それは一つの財産として<ー>どこの国に行ってもお仕事を得ることができる。なる 別の目に見えない才能の財産を持たせてあげるっていう気持ちが強かったってことなのかなそういうことなんだじゃあ結構音楽家もたくさん出てきたの音楽家はねたくさん出てきたんだけど何しろ反ユダヤ主義って呼ばれるこのユダヤ人迫害が多かったのでいつ この国から追い出されるかわからないっていう状況だから必ずこう楽器を選ぶときにそれ楽器を持ってパッと逃げれるそういうものを選んでえそして一生懸命勉強してたわけねだけど時々ピアニスト素晴らしいピアニストが出てきてるんだけどそれは長年の間この国では 迫害がなかった<ー>っていうところでは。ものすごい素晴らしいピアニストも出てきてるのね。ピアノは持ってさっと逃げるわけいかないので。うんうんね、ほとんど。バイオリンだとかクラリネットだとかってそういうのを選ぶのね。じゃあ、そういう演奏家は。まあ、とっても優秀で才能もあるんだけど。でも、本当に迫害されているの。中で逃げてたような。もう、大変な迫害があった人たちなんだね。 1900年間も国がないってね、うん、つらいことですようそういう中で、えー、彼らは良いお仕事は与えるなって言われてたので、うんえー、まずは日雇いのようなうあつまらないちつこちの給料の<ー>お奴隷のような仕事っていうのしか与えられなかったところが キリスト教国では金融業っていうのはやっちゃいけないって言われてたのね。どうしてそれはイエス様がルカの6三35節で貸した時には返してもらおうと思わないで貸しなさいって言って言われたからその貸して利子を取るなんていうことは。 地獄に行くことなんだよって言われてたのねそ,、うん、そのために、えー、金融業っていうののはどの時代でも必要、うん、ところがクリスチャン教国がどんどんとできる中で、えー、誰も金融業をしちゃいけない、うん、じゃあユダヤ人に金融業させようと、うん、この人たちは、うん、キリストを殺して、うん えー、もう地獄に行くことが決まっている人たちだから<ー>だからこの人たちにこの金融業をさせよう<ー>っていうことになったの、はあはあ、ユダヤ人は地獄に行くことがもう決まってるんだとまで言われて扱われてたんだそれぐらい迫害されてたのね、えー、だけど金融業っていうのはお金を貸して うん、利子をもらう、うん。でしょ、うん、だからお金がなければならない。あそうだね、でも日雇いみたいなお仕事しか手に入らないっていうともう飲まず食わずでお金を貯めてやっと貸すことができる。<ー>ちょっとの利子をもらってまたやっと貸すことができ。でこういうのを繰り返しているうちに だんだんと何とか食べていけるようになる。何とか食べていけるようになるっていうことは、たくさんの人がお金を借りてるわけでしょ。うんうん、そうすると、反ユダヤ主義が起こるの、うん、この人たちが返したくないから、うん、反ユダヤ主義を起こして、うんうん、国から追い出したり、うん、殺したりして、うんうん え、そうしたら返さなくていい。っていうような状況に、また行ったところで、一からやり直し。で、そういう時に、学問っていうのを持ってたり、技術っていうのを持ってるから、なんとか、 次のところで言葉もちゃんと覚え、ね、覚えてるから次のところでお職を得ることができるというそれが結局は財産となっていたわけね。すごいな。もう何回もめげないでコツコツとやっていくっていうところもすごいしそれに反ユダヤを起こしてお金をもう返さないようにしちゃえっていう考えがちょっとひどいね。 ひどいでしょう。うこれがキリスト教国で行われたのね。ね本当にね、私たちはそういうことをユダヤ人にしていないんだけど、クリスチャンとして悔い改めなければいけないこといっぱいあるなって私はよく思うのね,うね。そうだね。まあそうやって追い出されては別の国、追い出されては別の国って生きながら 言葉もいっぱい、まあ、教えられてる人たちだったし目には見えない財産として学問とか音楽とかを持ってたので何回もやり直そうっていうことをしてたんだね。そうねはあ。やっぱりそういう考え方とか子どもを教えようっていうのが今も続いてるっていうことなのかなユダヤ人の間では。結局はそういうところからああ科学者だとか。 医学者だとか弁護士だとかっていうのが出てくるわけ、うん、そ,そ,それが財産となってたのでえだからノーベル賞がユダヤ人が一番多いなんていう、えー、20世紀だけでも129人ユダヤ人だけで129人もいるのでる、えー、すごいものすごいたくさんなあ率だと思うのね。 そっかだからユダヤ人のノーベル賞の受賞者多いんだねでもこれは聖書に書かれていることが成就しているとも言えるのねへ読んでくれる創世紀の12章の3節読んでみて「あなたを祝福するものを私は祝福し」 あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。うん。これどういう意味だと思ううん。あなたをというあなたはこれはね、アブラハムに語っている言葉なのね。うんそして神様がおっしゃってるのは、うん、アブラハムの子孫を通して、 地上のすべての民族は、アブラハムの子孫によって祝福されるという意味なのね。うん、そうか。うんうんうん、ちょっとここに書いてみたんだけど、ほんのちょっぴりだけ書いてみたのよ。あの、ユダヤ人が、うんうん、あどれほどお世界の人々を祝福してるかっていうのね。ポリオワクチンって知ってるでしょ。うんうん、それは、 あジョナス・ソークっていうユダヤ人によって発明されたのね。へーへーで結核って昔はもう隔離されて大変だったんだけど、<ー>隔離しこのされてたこの結核のストレプロマイシンっていうお薬、うん、それができてから結核は全然恐ろしくないのね。うん、<laughs> 結核は治るようになったので、これはワックスマンというユダヤ人によって、うん 発明されたのね。<ー>その他、梅毒のための薬も、<ー>臨病の薬も、発心チフス<ー>チフスすごい病気よ。<ー>これのお薬も、心臓病のお薬も、<ー>頭痛の薬から糖尿病に対するまで、<ー>もうあらゆるお薬が、ユダヤ人からによって発明され、 みんな世界中の人が使ってる携帯電話までユダヤ人によって発明されたのよ、うん、だからこの御言葉ばがこのような形で成就している、うん、すごいそれは彼らがその財産を身につけさせるっていうことを考えてたからなのよねかすごいね こんなにたくさんの薬今の人に絶対必要だなって分かるんだけどそれが発明されてしかも携帯携帯電話もユダヤ人が作ったのそれはびっくりだねみんな使ってるものね。<laughs> そうやって世界中の人々に貢献もしてるしそれにだん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 成功するユダヤ人がいるようなことを耳にするようになったっていうことなのかな。 うんユダヤ人はみんな金持ちだっていう、うん、そういう考えがみんなにあると思うんだけど、うん、あ確かにユダヤ人には結構お金持ちがいるんじゃないかと聞くことがあるけどいつ頃からそれは16世紀に、えー、ルーターによって宗教改革があったのね。 その時までは教会と政府っていうのが一緒だったのね。ルターの宗教改革によって、えー、教会が政府から離れる、うん、別々になったそれによって、えー、この宗教的に見てユダヤ人はあ悪いって見下げてたのが、あ この金融業はそんなに悪いものじゃないっていうふうに思い終われ始めた、うん、それと工業地帯がどんどん増えてきたっていうので金融業が必要になってきた、うん、そこへ持ってきてたくさんの戦争が起こってたのねヨーロッパでそうしたら国が金融業からお金を借りて戦争をするっていう、うん 結局、ユダヤ人との交流がどんどん深くなっていって、うん、なんかこう、逆転的な世界になってきた<ー>、うん。ユダヤ人がものすごく大切になってきた。<ー>えそして、金融業で大成功したロスチャイロスのような人が出てきて、うんえー、それから、 ユダヤ人はいつも金持ちだって見られるようになったの。なるほど。昔はすごい貧しい人たちだったのに。そう。えー、ものすごく貧しく、飲まず食わずの思いで過ごしてた人たちが、今は世界中からみんな金持ちだっていうふうに。 思われるようになったのね、まあ、そう思われるようになったのも、まあ、さほど昔からじゃなかったんだよね,最近,のことだね最近のことですよ。はあそうなんだ。いや教会はそれにしても昔は政治的な権力を持ってたっていうことなんだね。ちょっと考えられない今の世界では考えられないけど、ね、政治権力をアメリあこの教会が持ってたっていうのは。 一体どんな様子だったのか本当だね、まあ、でもいろんなことがあってユダヤ人が必要とされるようになったっていう話もすごい、はい、驚きだけど、まあ、長いい間国がななかったわけじゃないそのユダヤ人がまあいろんな大変な迫害とか、まあ、その貧しいところも通ってまた今いろいろと。 注目されるま人がいるっていうこともありながら、そして今住んでる場所はまた約束の地、まあ、祖国に今はまた土地があるっていう風になってるってことなのかな。すっごい時代だと思わない？そうだね。そのユダヤ人が全世界を貢献しているっていう時代。 それもわかるんだけれども今元の地に戻ってる聖書の時代に戻っているっていうようなそれが金融業がどんどんと発展していって、うん、お金をたくさん手に入れるようになった時に、うん、あのパレスチナの土地が売りに出されたのね。うんうん、その時にお 払って買うというお金が用意されていたという神様のご計画かな,な本当に素晴らしい、えー、今ならそこに戻れるっていう経済力も歴史の流れの中で用意されてたっていうことだったそういうことですへ、ね、え、はあ、す,すごいですねいやーノーベル賞の話から今日もすごいことを教えてもらったわいや <laughs> <laughs> ユダヤ人のことをね、うん、学ぶとこう聖書がリアルにならなもうちょっとした見言葉もああこんな形でって神様が歴史を動かしていてユダヤ人をそこに置いてるっていうこともなんかすごいわかるねたけ、うん、ちゃんも、うん、もし結婚したら、うん、自分の子供を。うん 財産を身につけさせようと思って育ててね。みんなでね。みんなでね。そうか。いやー、今日もいっぱい教えてくれてありがとう。いやー、来てくれて、うん、嬉しかった。ありがとう。えー、また来るね。また来てちょうだい。うん、本当にまた来てね、うんうん。また別の質問持ってくるね。うん、うん。また来てね。はい。それでは、本日のおさらいをします。神様は、アブラハムの子孫を通して、 すべての民族が祝福されると約束されましたその通りにユダヤ人は多くの科学的・医学的発見をし今や世界中の人々が使っている携帯電話もユダヤ人によって発明されましたこのように世界はアブラハムの子孫を通して祝福されていますそれでは皆様またお会いしましょう shut